こんにちは、ノアです。Hello, I'm Noah. どっから話せばいいんだ 僕の生い立ちを説明すると、僕は2000年生まれ、22歳です。日本で生まれて2歳かなぐらいに、茅ヶ崎に引っ越して、鎌倉にも引っ越して、4歳ぐらいまであっちの湘南の方に住んでました。まあ、5歳ぐらいの時に東京に戻ってきたんですけど、まあ、鎌倉にというか、まあ湘南に住んでいた頃もあって、僕のファンの方だったらね、僕が湘南大好きなのも知ってると思うんですが、はい、ということで今日は鎌倉駅に来ちゃいました。まあ、僕が幼少期を過ごした湘南、そして、まあ、普段から僕が大好きな場所なので、ちょっと、まあ、いろんな場所、僕が馴染みのある場所だったりだとか、まあ、いろいろ紹介できたらなと思います。こうやって自分の幼少期過ごしたところをお仕事で来てるっていうこと自体もすごい不思議っすね、感覚として。やっぱその僕が幼稚園の時に比べたら、まあ、もちろんお店も変わってたりとか、リニューアルされてたりとかしてあれですけど、でも本当基本は変わらなくて、そこがまた好きですね。なんかいつ来てもアットホームな感じっていうか。あ、なんかあそこのお店かわいい。なんだろう、ちょっとこう、かわいい。まあ、こことかもね、多分随分変わっちゃったんですけど、でも、もうちょっとしたら幼稚園が見えます。いや、面白いな。でも普通にここまで来るとですね、ここを右に曲がると、まあ、こっちからも実際入れるんですけど、こっちに歩いてきます。幼稚園通ってた時はバスだったのかな。あ、踏切渡んないか、こっちか。ここですね、ハリス幼稚園。ここです、僕が通ってた幼稚園。まあ、多分こんくらいだったんでしょうねそう。で、まあ、この奥行くとちょっとこう広がってて、素敵な幼稚園ですよね。こんな場所にあって、建物もすごい綺麗だし、なんか改めて来るとすごい素敵な幼稚園通ってたなと思いますね、いつも見ると。いや、感慨深いですね。さて、ということで由比ガ浜に着きました。わあ、気持ちいい、最高に気持ちいいな。あ、サッカーしてる子いる。あ、そっか、バスケットコートもあったのか、ここって。そう、ここですね。ここでよくサッカーもしたし、あとバスケがある、バスケもしてたんだろうな。そう、まあ、本当海がすぐそこにあって、サッカーして、まあ、公園で遊んだり海行ったり、もうちっちゃい子に対してはもう最高の環境ですよね、本当に。いや、待って、めっちゃ気持ちいいじゃん。うわー、今日サーフィンしてるのめちゃくちゃ羨ましいな。いや、でも本当に本当にいつ来てもいいなと思います。あー、気持ちいい。まあ、だから本当ね、ちっちゃい頃は、まあ、多分よく入ったし、まあ本当にただただのんびり来てましたね、海にも。5歳の時にハイスクールミュージカルという作品に出会いました。まあ、あの某レンタルショップでいつものように DVD を借りに行ってて、そしたら外国人の男の子女の子が、まあ、そのある作品の目の前でなんかめっちゃ喋ってるんですよ。
わあれ何あれみたいな、あこれ出たよみたいな、すんごい盛り上がってて、まあ、僕は単純に何なんだろうみたいなで見に行ったら、それがハイスクールミュージカルっていう作品で、でまあ多分その時にはもう日本で DVD が出てるから、アメリカではもうすごい大ヒットしてた頃だったのかな、もうすでに。でまあ DVD 見て、まあ歌う踊る、まあ、お芝居する、まあ、とにかくこの一つのエンターテインメントっていうものにものすごく惹かれて、でまあそもそも僕踊ったり歌ったりすることが大好きだったんで、まずこれをもうコピーしてみようってところから始まって、でよく車の中では歌ってましたし、ハイスクールミュージカルの曲、あと踊ってましたし、でも学校でじゃそのハイスクールミュージカルを好きな子はいたかっていうとあんまいなかったんですよ。だから数人、本当に2人ぐらいかな。でまあダメですよ、いけないことですけど、その当時僕は iPod の、なんだあれ、 iPod ナノっていうのかな、本当にこのくらいのちっちゃいやつを当時持ってたんですけど、それに曲、ハイスクールミュージカルの曲入れて、中休みとか昼休みの時にその唯一ハイスクールミュージカル好きな友達とあの裏とかで聞いて踊ったりしてましたね。数少ない、なんだろう、共有できる友達の中でもそれ楽しんでいましたね。でも本当多分それが、その映画見てなかったらそこまで僕がこんなに歌だったりだとか、まあとにかくその表現することにハマってなかったと思うので、まあいろんな場所で言ってますけど、もうすごいきっかけですかね、あの映画は。まあ今でも大事な、なんか見ると原点に戻れる作品ですね、あれは本当に。はい。でまあそれが5歳に起きた出来事ですね。でそこからまあとにかく。